はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今日はジムニー JB64 2型、今から1ヶ月ほど前にドア周りの傷対策をやりました。まあ、それから、ね、1ヶ月経過したんですけれども、どのような感じになっているかを、ね、動画でお伝えしてみようかなと思います。まずはドアエッジガードなんですけれども、こちらうちの場合どうしても駐車場運転席側の方にフェンスがあるので、開けた時に、ね、当たる危険性があったので運転席側だけにつけました。まあ、取り付け方法なんですけれども、ただ挟んだだけですね。こんな感じで両面テープとかで貼ったわけじゃなく、ただこの紙みたいなやつを、ね、2つ折りにして少し厚みを持たせて貼ったわけです。もしかしたら1ヶ月する間に落ちるかなと思ったんですが、大丈夫でした。きちんと役割の方を果たしてくれてます。ただ一つ注意点があります。こうやって車を降りてるときに、このドアエッジガードの位置合わせをね、フェンスに対して行うとずれる可能性があります。ずれるというのは、車に私が乗り込んだとき、まあ、体重がね85から90あるんですけれども、若干下がるんですよね。なので降りてるときと乗ってるとき両方でちゃんと合わせられるようにした方がいいと思います。実際車に乗るとね少し下がるので、合わせたつもりがあれずれてるって最初思ったんですけれども、ああ自分のせいかって感じですね。大体どれぐらい下がるかというと、まあ、2、3センチぐらいといったところでしょうか。あとずっとこのね紙を挟んでるのもちょっとかっこ悪いかなってところで、この厚さ 0.5 あるプロテクションフィルムをね代わりにここにね貼ります。そしてはめ込みます。プロテクションフィルムはかなり適当に切って適当に貼りました。ここですね、ちょっと黒いから見えづらいかもしれないですけど、まあ、こんな感じですね。あとはここにはめて、これで完成です。あとは落ちなければいいんですけどね、これはまたちょっと使ってみないと分かりません。そして2つ目はドアの開閉時にうっかりボディに傷をつけてしまう、まあ、開けるときにあれですね、爪を当ててしまうってところなんですけど、これを防ぐためにこの爪傷予防ってやつですかね、正式名称これでいいんでしょうか。まあ、パッケージはこんな感じなんですけれども、これをつけました。で1ヶ月の間に特に、ね、剥がれてくるとか、あと周りが、ね、汚れるとか、そういうことは全くないです。今のところ大丈夫です。そしてやっぱね、ついうっかり、ね、爪当たってしまって、ああやっちゃったなってことがね、まあ、他の車ではあったんですけど、今これつけてますから、まあ、開閉時にうっかり当てても全然気にならないですね。遠慮なく、ね、ドアの開閉ができます。まあ、ただ両面テープで貼ってるので、剥がすときにどうなるか、まあ、それがちょっと心配ですね。パーツクリーナー等で多分無理は取れると思うんですけど、ボディ本体に、ね、どういう影響があるかはちょっと剥がしてみないとわからないというところです。そして3つ目なんですけれども、プロテクションフィルムですね。まあ、本来ならスカッフプレートとか貼ればねかっこよくなるんでしょうけど、まあ、私の場合はねこのプロテクションフィルムをね選びました。ここからちょっと見えづらいですけどもね、ここからここで一回分割してるんですけれども、この間とここからここまでですね。で、まあ、やっぱね素人がやったからっていうところで空気がね入っちゃってるんですけれども、剥がれてるようなね場所は全くないですね。まあ、こういう端のところは若干浮き上がりあるかもしれないんですけれども、まあ、テープ1600円ぐらいで売ってるんですが、まあ、その価格でねこのクオリティなら、しかもね素人でも貼れるというところで全然ねこれで大丈夫だと思います。運転席助手席ともにねきちんとね、剥がれずに持ってます。あとこちらですね、ここも、まあ、剥がれてる様子はないですね。湾曲してるわけでもなく、どっちかというとね直線的なフォルムがジムニーの場合が多いので、まあ、それもあってか剥がれにくい、まあ、そういう形状ですかね。しかもテープ幅なんですけど 100mm の幅なんですね。それが切らずにそのまま使えてるんですよ。ここもそうですし、あとこちらもそうですね。しかもここもぐるっと巻き込んでるんですけど、もともと 100mm 幅のテープをね、ただ長さ合わせで切っただけで幅方向は一切調整してません。まあ、そのまま使えてます。助手席側の方なんですけども、主に子供とね妻が乗り降りするんですけれども、特にね、踏んづけたりも多分してるんじゃないかなと思うんですが、まあ、洗車の時にねここを綺麗に拭くんですけれども、破れたとかねなんか穴が開いてるとか、そういう形跡は全く
ないですね。やっぱり暑いだけあってかなり耐久力があるように思います。ただこちらのドアノブ、ドアノブじゃないや、ドアポケットのところなんですけど、このゴミ箱をちょっとね、この引っ掛けるタイプのゴミ箱なんですけれども、まあ、これをつけてたことによってちょっとね、こう垂れ下がってますね。ちょうどこの辺にゴミ箱をね、つけるんですけれども、ちょっとこの辺引っ張られてる感じがあります。ぐーっとね、押し下げて、つけるので、まあ、この辺持ってかれたんでしょうね、きっとね。ただ剥がれ自体はそうそうないですね。まあ、気になるようであれば、簡単に再度貼り付けることができるので、まあ、この辺ね、どうなってるかなんですけど、おそらく、ベタベタにはね、なってないと思うんですけどね。まあ、こんな感じです。大丈夫ですね。まあ、このまま貼っちゃってもいいかもしれないですね。まあ、後で貼り替えた方がいいかな。とりあえず、大丈夫ですね。1ヶ月前に貼ったものに関しては今のところ問題ないんですけれども、ちょっとね、欲を言えばここですね、ここから下も若干守りたいなっていうところで、今度は300ミリの長さに切ったものをね、半分にしたやつですね。これカッティングシートの上で半分にしました。50ミリです。幅50ミリのやつを、まあ、この辺に貼ってみようかなと。2箇所ですね、600ミリ分用意しました。これを運転席と助手席側に貼ります。貼る前に、まあ、濡れたタオルとかでね、綺麗に砂とかね、ホコリがあるんでそれを落として、あとは、まあ、私ティッシュでね、空拭きしたんですけど、今日ちょっとね、あいにく風があるんですが、できればね、風のない日にやった方がいいですね。あまりホコリとか入れたくないので、まあ、綺麗にしてから貼っていく感じですね。まず手前側1枚貼り終えたんですけども、やっぱね、素人なので、ここですね、こことここに空気が入ってしまいました。抜こうと思ったんですけど、ちょっと無理っぽいんでね、諦めます。続いてこちら側ですね、貼っていきます。2枚目も貼り終えました。ここがつなぎ目ですね。やっぱりここね、気にしてやったんですけれども、少しね、エラーが入っちゃいました。この辺まあいいかなと。やっぱりボディ色が黒なので、まあ、よく見ればね、あ、なんか貼ってあるなってのが分かるんですけど、遠目で見るとね、まあ、こんな感じです。まあ、手軽にできて格安ですからね、私はこれで十分かなと思います。運転席側の方も助手席側同様に貼りました。まあ、ただちょっと印象としては、前回貼ったのはこのプラスチックの部分で、なんていうんですかね、これザラザラしてるようなちょっと脂肪加工みたいなところなんですけれども、今回はこういうね、鉄板のとこですね、ピタッと貼るのはちょっと難しいかなっていう、まあ、そんな印象ですね。こちらもやっぱり若干エアが入ってます。1枚目貼って、こっち2枚目貼った時にかなり空気が入ってしまったので、一旦剥がして、で再度貼り直したんですけど、まあそこそこ綺麗に貼れたかなという印象ですね。というわけで、今回はドア周りの傷対策、1ヶ月後にどうなったかってことですね。こちらと、あとこちらですね。そして、プロテクションフィル、まあ。特に問題なかったので、あとはちょっと気になった部分がありましたので、追加で貼ってみました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方、ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエスト、ご質問等ございましたら、お気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ぺるぷりでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。